上、母上、お手を煩わせて申し訳ありませんでした。シゲン、こういう時はまず親の無事を喜ばなくて。は、いえ、お二人が紹介に遅れを取るとも思えず。ふん。ところでシオ、あの者らの始末はどうする？帝、いえ、先帝宗坊には退位いただきました。これよりは宗官が義の帝となります。紹介とそれに連なった者らは剣石元宝としました。ほう、命は奪わぬか。私ならば三族に至るまで処断したであろうが。今や我らに抗うことなどできますまい。ならば生かし使うまで。なるほど、時流にかなった判断だな。さすが我が息子だシオ。いえ、全ては父上のお導きの賜物です。